津波歴史的な津波の一覧この記事では過去に発生した特筆すべき大規模な津波を歴史的な津波の一覧としてまとめる。八重山地震の津波またはそれ以前の津波で陸に打ち上げられたとされる下地島のオビーはディアナ号津波によって周辺一帯が浸水した宮城県仙台市、宮城の区沿岸部対南部にある観光地の海岸線付近に達して 人々を襲うスマトラ島沖地震の津波。当時はまだ津波の脅威について、世界的認知度が低く、無防備な状態で被災した人が大勢いた。2004年12月26日撮影。上に同じく、モルディブの海岸線に到達したスマトラ島沖地震の津波と、それを傍観する人々。津波の到達時刻は地域によってまちまちであるため、基本的に、 ここで示す、日付のうち、月日は地震及び津波の発生時を表す。宮城県気仙沼市の大谷海岸の海食崖の調査。紀元前3500年頃の鍵手札の下。宮城県気仙沼市の大谷海岸の海食崖の調査。海食崖の堆積層の中で特に厚く、上岸津波の10倍程度あるので、超巨大津波の可能性が指摘されている。 宮城県気仙沼市の大谷海岸の海色崖の調査。宮城県気仙沼市の大谷海岸の海色崖の調査で、弥生時代後期の土器を含む堆積層が見つかっている。厚さは上岸津波の数倍。原禄地震による津波では、同じ伊豆諸島の新島と敷根島が津波により、分断されたとの続説があるが、これを否定する古地図が残っており誤りと言える。 詳しくは、式根島の港を参照。ムアンクラビー郡にある観光地やオーナー。ありがとうございます。